スライダーとか楽しいプールがあるということで、そこに行きたいと思います。はい、ビビチャンネル。カバナを借りました。カバナ借りるのはね、1日250ドルぐらい。こんな感じです。ウォーターパークに来ました。イエーイ、すごい広い、めっちゃ楽しそう。大人も楽しめそう。はい、それでは行ってきます。冷たい。ここはね、ちっちゃい子向けのプールですね。紹介したいと思います。今回はね、次ニューヨーク行くので荷物を絶対増やしたくなくて、買い物しないって決めてたし、なんかちょっと節約しようとか思ってたんで、買い物はあんまりしないでおこうかなと思ってたんですけど、やっぱ行ったら可愛いものがあってついつい買っちゃいました。まずシャネルから。シャネルはね、このスニーカー、これはね新作らしいです。これすごい歩きやすそうやって、ハワイのお家に置いとこうかなと思って買いました。この S、 これもねハワイで履こうかなと思って買いました。これも新作みたいです。次ね、これって日本でも今すごい流行ってて、私もシャネルでこれの黒のもっと厚底バージョンを買ったんですけど、白と黒しか日本では私見たことなくて、このピンク見て、あ、ピンクがあると思って、私のサイズがなかったんですよ、さっき。あ、サイズないかって思ってて、サイズなかったから諦めようかなと思ったら、なんかその店員さんの担当のお客さんが急にキャンセル出たみたいで、それが私のサイズあって、もう嘘みたいな本当の話で、これがゲットできました。これはねちょっと持って帰るかここで履くか迷ってます。はい、次セフォラ。セフォラはね、結構リピート品です。まずね、このグミ、これはもうなくなったので買いました。あとアナスタシアのアイブロウペンシル、これねすっごい描きやすくて、これもリピートです。で、このセフォラのアイブロウペンシルも描きやすいので、結構ね眉毛描く系はいろんなの使ってみたくていいと思ったらもう一回買います。で、私が好きなブランドのイリアの、これは多分 UV
小下地みたいな感じですね。ここのブランドはすごいナチュラルで肌にも優しいので大好きです。で、これは初めて買いました。ミンティービューティーのめっちゃキラキラになりそうなハイライトですね。次、ルルレモン。私毎日チアキスでヨガとか入るので、ウェアはねほぼ毎日いるので、このピンクの可愛いですよね。プラトップにこういう柄のレギンス見たことなくて、日本でこのレギンスとこんな感じのプラトップと、このピンクがすごい可愛かったのでこっちのバージョンを買いました。あとね、真っ赤なこれ以上今回は買い物しないと思うんですけど、また買い物したら Vlog 撮ります。バイバイ。なんか今日はすっごい寒くて、こういうニットなんか着てるんですけど、はい、バイバイ。おはようございます。今日は4、5時間のハイキングコースに行ってきたいと思います。途中で海とかにも入るみたいなんで、下に水着も着てきました。でね、これも水着とウェア、兼用のレギンスも履いてます。今日はねちょっと長い一日になりそうです。あと今日なんですけど、多分すごいずっと外にいるから日焼けすると思うんですけど、もちろん帽子もかぶるんですけど、私はこういう時はこの柳川先生にいただいたこの日焼け止め塗って、これを20ぐらいに塗って、もう化粧品は塗らずにこれだけで、で途中でねまた塗り足したりします。でメイクは眉毛とマスカラとリップのみです。はい、こんな感じで行ってきたいと思います。これ持ってバイバイ、頑張ります。おはようございます。今からね、毎日やってる朝の有酸素ウォーキングを新ジムに行きます。まだねちょっと5時半とかって全然明るくなくて暗いんですよ。有酸素してきます。今日はねこの後パーソナルになります。はい、今パーソナルトレーニングが終わりました。今回はですね、4日連続2日休み、4日連続2日休みとか、そう連続したトレーニングを、パーソナルで入れてます。やっぱり連続して集中してやった方が効くので、そんな感じで入れてもらってて、こことは5年ぐらいトレーニングしてもらってるんですけど、トレーニングの仕方とか考え方とかがもう私はすごい大好きで、有酸素したらダメっていう先生もたまにいるんですけど、私は有酸素も大好きで、有酸素しながらウェイトもちゃんとして引き締めるっていうトレーニング方法が好きで、ココさんはそういうトレーニング方法をしてるので、本当に私は大好きです。でココさんマッサージもできるので、いつも60分やって最後あと30分はアロマで首とか腕とかお尻とか足とかねほぐしてもらってます。もうそれも本当に気持ちよくて、なので私がハワイに来る理由の中の一つでこのトレーニングっていうのもあります。日本にも来てほしいって何回も言ってるんですけど、今日はねちょっと晴れてて、今から娘と一緒に近くのホールフーズに行きたいと思うので、今日はねちょっと今逆光なんですけど、外の景色がすごい晴れてて綺麗です。はい、コンドミニアムからすごい近いホールフーズに着きました。すごい大きなスーパーです。私はね基本的にはこのホールフーズで何でも食材や飲み物を買ってます。これねリコが大好きなイチゴなんですよ。甘すぎなくて美味しいんだよね。このねパイナップル美味しいんですよ。あんまそんなに量いらない時はこういうカットのも買ったりします。で椎茸高い。ここはね海鮮ですね。こんな感じで
鶏肉を買おうと思います。どれにしようかな。ミルク、乳製品、私みたいにあんま取らないと。オーツ、あ、これすごい美味しいです。こんな感じですごい量がありますね。バターもいろんながあって、ビーガンのバターとかもあります。ヨーグルトもね、すごい種類があって、私はいつもあのオーツヨーグルトを食べるんですけど、これも大好きです。私が好きなコーナー、このサプリとか、ここに売ってるものって結構アイハーブとかでも売ってたりするんですけど、プロテインも、こっちに行ったら歯磨き粉とかシャンプーとか、あ、ダーマイーがありますね。私ダーマイーのアイクリーム使ってます。結構あのお肌とか環境に優しいものが置いてあるのかなっていうイメージです。あの日焼けの後にアロエベラがすごいいいらしくて、あとね、やっぱりすごい日焼けしてビタミン C をたくさん取らないといけなくて、ビタミン C 買おうかなと思います。あと私がいつも食べてる、買っとこうかな。ここはティーコーナー、私はモリンガが好きですね。モリンガ、ここはプロテインバー。結構ね、小腹が空いたっていう時にプロテインバーを何個か冷蔵庫に置いておくとおやつで食べれたりします。昆布茶、私もね昆布茶は大好きなんですよ。紅茶を発酵させた飲み物なのかな。この私が好きなのはこのロー昆布茶のジンジャー味なんですけど、ジンジャーがない。ここはねこんな感じでサラダバーみたいな感じ。奥に行くとベーカリー、ここは冷凍系ですね。ピザとかも結構美味しいんですよね、こういうピザ。子供たちのご飯に使ったりしてます。私はこの冷凍野菜をジュースにしたりしてます。お買い物が終わって帰りたいと思います。ちょっと私の、ホールフーズの紹介下手でごめんなさい。